はい、どうもこんにちは。こんにちは。キモノソズのガバトンガメでーす。よいしょー。今日は車いいのかいブルンブルンブリンブリンキキコン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 カス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 はい、今日はね、のんびりドライブでもしながらめっちゃいいですね、ドライブ日和、ま、いいお天気でございますってことで、ね、のんびり話しながら地球一周をね、飛行地編お場所は、いつのボラ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 島は首都パペーテがあるタヒチ島から北西約 260km ほどに位置しており、太平洋の真珠とも呼ばれるほどフランス領ポリネシアの中でも最も美しいとされます。最高ボラ最高っていう国なんですけど、世界で一番海が綺麗。いやマジ綺麗だったね。本当に澄み上がる、本当に透明な海の底まで見える、魚たちが泳いでるとこまで見えるぐらい裸眼で見えるから、こちらどうぞ。サパー見てください、これがサモヤの海です。もうダメだ、こうちゃんバー。いやこれマジね、ヤシの実生えてるから、めっちゃヤシの実取った。そうだね、ヤシの実ってちょっと高いんですよね。高い位置に実がついてて、はい、それ取るには木によじ登らないと取れないと。僕らよじ登ったってたんですけど、現地民に囲まれて硬いの今大丈夫かなみたいな、ちょっとコミュニケーション取れるかな、ワンチャン取られるかな怖かった。そしたら肩車してくれて、でしかもヤシの実勝ち目割ってくれて、お金取られるかと思ったら普通にサンピンって普通にいい人だったわ巨人優しかった、優しかったね。あんな硬いんだね、ヤシの実。確かに外に硬い殻があって、中に卵の殻みたいなのがついてて、この感じはって中から食べるみたいな。こんな感じ、そぶっちゃダメだよ。取るめっちゃ安くて正当な方法でヤシの実狩るには肩使わなきゃいけない。ああなるほど。けどあの人らまず石で勝ち割ったんですけど、まず腕力強い。でまあそういう現地民のポイントもありまして、はい、泳いでみようぜみたいな。そう泳ぎたかったんですよね、とりあえず。それで僕もゴメちゃんもね、水泳経験者だったんで、向こう岸にさ有名なね水上コテージが見えて、うわあれって見たことあるやつじゃん、ちょっと行ってみんないみたいな、はい。でも陸を歩くのは我々って尺なわけですよ、あんな長い距離をね。あ海綺麗だし泳ぐかも。そうです発想おかしいけど、いやもう全然やばいから、全然5キロぐらいあるからね、向こう側までマジで遠い。皆さん5キロ泳げます？5キロしかも海だからね。そうそう、プールとはまたわけが違います。 5000m から 25m 100億めっちゃめっちゃ綺麗だったよね。本当に綺麗だった。なんか正直結構飛行地あったけど上位に食い込んでくる、マジで綺麗さトップレベルだね、あれは。普通に綺麗だなって思って泳いでたんですけど、よくよく考えたらサメの交流ツアーとかあるところで、そうそうそうやばいんだ。得意サメとかもいるらしくて、エイとかもいるよね。そうから初めの方ってそんなに水深ないんですよね。サンゴ礁とか広がってるんですけど、下見入れなくなってきて深すぎて、多分見たら見えるんですけど怖すぎてなんかゼウスいたからね、潜ってみようってさ一回潜ったじゃん、うん、下まで。で目開けたらまずゼウスいたから、ゼウスうわ怖すぎて潜ってきた何もない。そしたらさ途中でサメの頭あって、じゃあマジ怖くて食べるわみたいなえあれじゃなかった木みたいな、そう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 顔面ひよこみたいな、そうそうそう近づいたらひよこだったけどひよこでもないけどあ、ひよだ残骸系のね、海によく浮いてるやつが浮いてる、そうそう、引きみたいな、こう、不気味だったやつ。いや、ガチで怖かった。最初まずサメだったの、うん、遠目で見たらマジで怖くてさでも我々ここまで進んだからにはもう引き戻せないそうそう行くかみたいな。いや、あれ正直さ、今までは人で死にそうになったけど肉体的に死にそうになったのこれじゃない。あ、そうだねガチ怖かった、うん、泳ぐ時の映像はちょっとカメラ置いてきたからないんですけど、そうそう向こう岸の写真がありますということで、うん、向こう岸着いたんですけど高級なリゾート地のレストラン付きのプール付きのみたいな、一つに迷い込んじゃって、はい、ご飯食べようかみたいな。ドンキすぎだろ、ね、実はそう3人で回ってたんですけど、一人無効記者置いてきてて、昆布君ね、そう昆布君置いてきててそれなのになんかのんきにハンバーガーとねコーラをねのんびりってしながら一緒に見るのにシニアさんがいて奢ってくれたんですよ。美味しいな、綺麗な海だなとか思いながら見てて食べてて、ドンキしてたら、まあ、昆布君どうしてんだろうねみたいな話してたら急に目の前にバッ昆布君現れて、何やってんのみたいな、ガチ切れてきて、え、コブ君どうしたのなんでコブ君いんのみたいなえ、俺ら5キロ出てきたけどどうやって来たみたいなそしたら船をヒッチハイクしてきたそう
なんか意味がわかんない。そう、お前ら心配だったんだろう。コンビ君マジで英語喋れないわけですよ、けど現地民を捕まえてあっちあっち溺れてる、うん、溺れてるみたいな、なんかジェスチャーでうまいこと言ってくれて、海で死んでると思ってたんだよ、ね、そうそうそう、なかなか帰ってこなかったやっぱそれは心配になるよね。船をね、なんとね、ヒッチハイクして向こう岸まで来て探してきてくれたの。よくここだって分かったよね。カジマのバカ力だよ。俺ら加害者なんだけど。そんなこと言ってる場合じゃない。で、コンビ君と和解しましてで、帰りもヒッチだよね。まあでも船のヒッチは船はなかったからトラックだよ。そう、トラックヒッチで。そうそうそう。そんな日って成功するわけでもないじゃんね、普通。うん、確かに。なんか普通に成功したよね。確かに。なんか意外と早かった。流れるように。無事に帰れましたと。うん。ハプニングに次ぐハプニング。でもコンビ君の対応のおかげで何度か助かりましたね。コンビ君ありがとうございます。ありがとうございました。無線だよね、マジで。うん。船、いつできたかもしれないし。おじいちゃんがご飯終わってくれたのに、コンビ君と再会できたの。全部偶然なんで。そうそうそう。本当に偶然って面白いですよね。本当に偶然って面白いですよね。面白いです。ボラボラと行ってみて、本当めちゃめちゃ綺麗だから。本当に綺麗。一度はぜひね、本当に海に入ることをお勧めします。はいはい。絶対入った方がいい。なんかできたら5キロ泳いでみて。ヤシの実とかもね、カチワッと食べながら。行ってみてください。行ってみてください。これから僕らドライブ行ってくるんで。アデュー。違う違う違う。せーの、ゴジです。ゴジ。ゴジ。ちょっと何言ってんの、なんで何言ってんの、ググ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 グ